こういう作品とかも、なんか見えるとガラスが見えるとか反射してるけど、その網がかかってるのはこう反射しないで見えないみたいなのをって意識してこう。そうですね。これは鏡の一応コラージュってコンポジションみたいなイメージもあるんですけど、ね、それの鏡ってこれは中古屋さんで買ってきた古い鏡なんですね。だからどこの家にあったか知らないし、フレームは取ったので新しくなっちゃったんですけど、なんかこういろいろ映してきてるじゃないですか。そういうイメージで、そういうイメージを貼って表そうと思って、なんで鏡だけど一応もう作品になっちゃってるので、なんでこう自分の視線が映らない高さに展示するようにして。皆さんは背がいろいろなんで映る人もいるんですけど、だから顔が映っちゃうとこうどうしても顔をこう見たり、そうです。特に私身長低いんですけど、すごい顔が見えない、ね、だからなるべく作品を見てもらいたいんで、わざとちょっとずらして展示しているのと、その古くてどこにあったか知らない鏡っていうのがあって、いろいろ映してるかなと思って、はい、なんでちょっとコラージュなんだけど、結構重ねたりするのが好きなので、一応貼ったり撮ったりいろいろしながら決めていって、作品になりました。はい、ありがとうございました。